けど、まあ、なんか世界が見せると見たらしたら紹介選手とかバッタレの集合所とかいろいろな世界で活躍してる選手は日本人でもいっぱいいます。で、皆さんが選手みたいに野球を始めて活躍するような姿を多分ボヘミさんも見たいと思いますし、周りの人たちも見たいと思います。なので皆さん、今この機会を機に野球を始めてくだされば僕たちは幸いです。野球しなくてもこういうスポーツがあるならしっかり学んでいただければ嬉しいと思いますので、本日は本当にありがとうございました。今日は短い時間でしたがありがとうございました。本当に野球は楽しいスポーツなんで、野球興味ないものとかも今日きっかけにしてくれれば、野球にちょっとでも興味持ってこれから、まあ、テレビとかたくさん出てるんで、みんな有名な選手が夢あるスポーツなので、少しでも野球に興味を持ってくれたらいいなと思います。そして野球に関わるんですけど、まあ、今日僕みたいにたくさん失敗していいんで、そこはまあ、自信、たくさん失敗すれば自信ついてくるんで、そして、野球に関わらずいろんなことで、今日僕たちが、まあ、教えたことだったりとかを実践していただければいいかなと思います。今日はありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。